どうもこんにちは、コロモフです。今日はですね、CX3 が納車されましたので、いろいろね、中からくっちゃべって紹介したいと思います。今回の動画ではなんで CX3 を選んだのかっていうところと、じゃあ実際 CX3 選んでどうなの、満足してるの、乗り心地とかどうなのっていうところをこうこちょこちょっと話せればなっていうふうに思ってます。じゃあまず CX3 を選んだ理由です。 CX シリーズは3、5、8、3種類あります。で、3種類ごとに、数字の小さい方から順にこう車体が大きくなっていきます。3が一番ちっちゃくて、5は真ん中ぐらい、8は3列シートになるぐらい大きいです。で、この3、5、8、なんで3を選んだのか、一番の大きい理由、価格です。価格ですね。やっぱり車高いんで、車すごい高いんで、やっぱり一番価格っていうところがありますよね。すごいお手頃な価格で買えると思うんですよね、 CX3 って。それなりのというか、まあ自分的には見た目はめちゃめちゃかっこいいと思ってますけど、見た目のかっこいい車をですよ、見た目のかっこいい車をそこそこのお値段で買えてしまうと、これ素晴らしいじゃないですか。すごくお値打ちだと思うんですよね。なので CX3 を選びました。で、じゃあ実際 CX3 選んで乗り心地とか、まあまだ1ヶ月経ってないぐらいなんですけど、乗った回数もね、そんなに頻繁に乗ってるわけじゃないので、メインで使ってるのが奥さんなんで、自分は休みの日とかにしか乗れないんですけど、まあその休みの間にこうやって運転してみてどうなのっていうところなんですけど、これあくまでワゴン R と比べてですよ。前の車がワゴン R だったんで、ワゴン R と比べてどうなのか、もう素晴らしいですね。もう本当に素晴らしい。乗りやすいですし、なんつうんですかね、こうそんなにこうぐん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 アクセル踏む必要もないんですよ、実際。まあ排気量がね全然違うので、軽自動車と660でしたっけ。で、これ今回CX3 のグレード 20S、 まずガソリンディーゼルなんですけど、ガソリンの 20S を選んでます。で、その中でも真ん中のグレードを選んでます。で、まあガソリンなんですよね。ガソリン仕様だと CX3 の場合は 2000cc なんですよ。で、2000cc のガソリンなので、まあ普通に単純に考えて3倍ぐらいは大きいわけですよね、排気量が。そうするとですね、どういった現象が起こるか、あれですね、アクセルをね踏みすぎてしまうっていう、こっちだと踏みすぎてしまうんですよね。その部分がちょっと怖いですけど、踏んだら踏んだだけスピード出ちゃうので、まあでもそのぐらいのこう差があるので、やっぱ余裕がありますよね。車体サイズに対してエンジンが大きいので、 2000cc あるので、すごい余裕があります。車体もそんなに重くないですからね、 CX3 の場合やっぱコンパクトに作られてるので全然軽いです。で、ステアリングのね動きとかもすごくいいので、まあまだ新車だからっていうのもあるのかもしれないですけど、すごく滑らかに動いてくれますね。非常に乗りやすいです。で、まあ走りもね、軽自動車に比べたらすごく軽やかですし、車体が重いのにもかかわらずね、軽やかなんですよね。で、曲がるのとかもねスムーズにこうスーッと曲がれるんで、すごくいいですね。あと多分今回この CX3 選んだ理由といったらあれですけど、選ぶ決め手になったのが、去年のね、5月とか6月ぐらいでしたっけ、ビッグマイナーチェンジっていうことで、ちょっとね中の装備とか
いろいろ変わったところがあるんですよね、 CX3 自体で。自分の中で一番決め手になったそのマイナーチェンジの部分っていうのが電動パーキングブレーキの採用なんですよ。っていうのが、まずあのセンターコンソールが広くなりました。いわゆるサイドブレーキギッて上げるやつですよね、あのギッて上げるやつがなくなったんですよ。でそれに代わってちょっとちっちゃめのねこうスイッチになったんですよね。ピーって書いてあるスイッチを引き上げる、そうするとパーキングブレーキが電動でかかると。で下げてあげると解除されるっていうものなんですけど、これになったことによってセンターコンソールが広くなって、肘置きは今まではあのオプションだったんですけど標準でつくようになりました。でなおかつ、オートホールド機能っていうのが使えるようになりました。オートホールド機能ってなんだっていうと、信号待ちとかの時にブレーキをある程度まで踏み込むと車が自動的にそのブレーキを維持してくれるんですよね。でまあ試乗した時にもすごい気になったんでディーラーさんに聞いたんですけど、じゃあ離してもブレーキかけてるっていう状態だけどこれブレーキランプはどうなってるんですかっていう話をしたら、ついてますよっていう話なんですよね。だから普通にあの信号待ちの時にホールド状態になってしまえばブレーキから足を離せると。でこれ考えた時に、まあ道が渋滞してはまってる時にこの機能があるとすごい便利だなっていうのがあって、その部分がやっぱ一番大きい決め手になりましたね、 CX3 を選んだ決め手ですね。多分前のモデルと一緒でサイドブレーキのこうギッて引き上げる方式だったら多分5を選んでたと思います。5はすでに電動パーキングブレーキが採用されてるので多分そっちを選んでたと思います。あともう一つ、決め手になったところがマツダのレーダークルーズコントロールが全車速対応になったことですね。これ今までは30キロとかそのぐらいまでしか加減は対応してなかったんですけど、全車速になったんで0キロから対応してくれるようになりました。これ何がこう便利かっていうと、やっぱこれも渋滞してる時なんですけど、まあ、渋滞し始めたら前の車が止まればこの CX3 の方も自動的に止まってくれるんですよね。で前の車が動き出した時だけアクセルを軽く踏んであげるか、ハンドルについているレスっていうボタンがあるんですけど、そのボタンを押してあげるかするとまたこのレーダークルーズコントロールが始まるんですよね。でまたある程度行って止まりゃ自分の車も止まると、こういった機能なんですけど、これが0キロからできるっていうのがすごい良くて、やっぱり渋滞の時って何が疲れるってこう踏み替えだと思うんですね。ペダルの踏み替え、アクセル踏んだりブレーキ踏んだりっていうその踏み替えがすごい疲れるんで、それがなくなったっていうのはすごいでかいなっていうのがあってっていうのもあります、選んだ理由ですね。でこれも当然そういった機能がなければ CX5 を選んだと思います。まあ上位であるね CX5 とか8とかその辺に乗っかってる機能が CX3 にも盛り込まれたっていう部分で、価格もその2台に比べればね安いので、やっぱそこが一番決め手ですよね。欲しい機能が入ってくれたっていうのが大きいですよね。まあでも恥ずかしながら試乗をするまで電動パーキングブレーキっていう存在を知らなくて、今そんな風になってんだってびっくりしたんですけど、よくよく調べてみると前のモデルでは普通の物理的なねギーってこうギーってやつですよね、やつだったっていうのを見て、あまあいい時に買ったのかなっていう感じはしてます。ちょうどいいタイミングだったなっていう、まあ、その辺がねこう CX3 を選んだ決め手になったところっていうんですかね、価格の折り合いと機能的な面の折り合いが自分の中でこう合致したっていうところがやっぱ一番でかいですよね。あとこのサイズにして 2000cc もあるっていうのもやっぱりいいかなと思いました。ネットのレビューとか見てると 2000cc にしてはパワーないって書いてあったんですけど、
もともと乗ってたのが軽自動車の人間からするとパワーありすぎて困っちゃうぐらいなんですよね、ぶっちゃけこんなにいらないだろうと思うんですけど、まあ、実際走り出しとかね、その辺すごく軽いんで、まあ、2000cc あった方が良かったのかなって思ってます。だその点も選んだあれは正解ですよね。なんですか、財政状況的に CX-5 を選ぶにしても多分同じ 2000cc だったと思うんですよね。それ考えると車体重量とかその辺考えるとこっちの方がもっと軽やかに走れるんじゃないかなっていうのがやっぱあったんで、そういった点もねこう決め手になる部分なのかなっては思います。今回はですね、新しく CX-3 が納車されましたっていう動画でした。乗り心地とかね、なんで CX-3 選んだのっていう理由なんかをこう簡単に話したんですけど、まあ、今後ね、こういった感じで、CX-3 からの動画っていうのも少し出していこうかなとは思ってます。で、本当は今日外観撮りたかったんですけど、前日雨が降っててすごい外観今黒なんですごい汚れが目立つんですよね。そこちょっと黒を選んだ一番残念なポイントなんですけど、かっこいいんだけど雨が降った後の汚れが目立つすごい残念ポイントなんですけど、まあちょっと外観撮りたいんですけど汚いんで洗車してから外観は撮りたいと思います。今日の動画はこれで以上になります。それではまた見てねー。